はい、えー、こんにちは、レトスのおのです。えー、お客様から、えー、具体的に理解学習ってどうやったらいいんですかという、えー、ご質問を多くいただいておりますので、まあ、その点含めて小冊子にまとめました。で、この小冊子にはこれまでお伝えしてこなかった部分も具体例を出して解説しております。えー、そして今回、えー、今日と明日の2日間限定で無料でプレゼントいたします。 今年絶対合格したいと思っている方はお気軽にご請求くださいで。ご請求の方法なんですけれども、こちらが本日の3問の弊社のサイトで、この下ですね、こちらの小冊子を無料でもらう、こちらをクリックしていただく形になります。でスマホだとこんな感じですかね。スマホだとこんな感じで小冊子を無料でもらう、クリックしていただいて、こちら入力していただき、確認ボタン下にありますので、そちらを押していただければ、 ここに入力していただいた郵送先に小冊子を郵送させていただきます。まあ無料なんで、もし今年絶対合格したい、また実績あるですね、勉強法を知りたいという方はお気軽にご請求ください。そして YouTube ご覧いただいている方は YouTube の下の概要欄の方にこちらの URL 貼っておきますのでそちらからこのページに飛んでいただいてご請求いただければと思います。で、本日の3問に入ります。表題部所有者である A から土地を買い受けた B は、 A と共同して B を当期名義人とする所有権の保存の当期の申請をすることができるルか×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×ですねえ結論から言うとえ所有権の保存当期は A が行うものなんですね A が行う A っていうのは表題部所有者ですね表題部所有者 A が保存当期を行うんですよ で、今回の問題は、所有権の保存登記っていうものを、B が A と共同して行うと、こう書いてあるわけですよね。これ、間違いですよね。また、B を登記名義人とする所有権の保存登記、えこれも誤りですね。正しくは A を登記名義人とする所有権の保存登記。これが正しいです。しかもこれは単独で申請できます。A が単独で申請することができます。で、A が保存登記をした後に、 A から土地を買い受けた B っていうのは A と共同して所有権の移転登記を行うんですね。保存登記をすることによって A が登記名義になりますよね。で、A から B に所有権の移転登記をする。その際 A と B が共同して行うと、まあ、いうことです。で、まず、表題部所有者って何かっていうと、登記記録の表題部、ここに所有者の欄に記載されたものを言うんですね。 で、この表題部所有者っていうのは、表題部に記載されているだけで、権利部には記載されていないから、対抗力は原則ないんですよ。まあ、簡単に言うと、新築した際に、初めの所有者が誰かっていうのを表すだけなんですね。で、その後、表題部所有者が、権利部の公区に保存登記をする。つまり、所有権の登記をこれ初めて行うわけですね。そうすることによって、対抗力を持つんだということです。 流れとしては、まず最初、表題部に所有者を登記します。で、その後、この所有者が保存登記をするという流れなんですね。で、その後、この保存登記をした人が、まあ、人にね、売るっていうのであれば、飼い主に対して所有権の移転登記をするといった流れになります。まあ、この点ね、あの、基本的なところなので、しっかり頭に入れておきましょう。個別市場の受講者さんでわからないっていう方はえ、ご質問いただければ解説させていただきます。 で問いですね、個人 A について、かつて破産手続き開始の決定があり、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していない場合、A は免許を受けることができない。丸か罰かという問題です。これ答えツですね。復権を得た日から5年経過していなくても免許を受けることができます。だからツです。復権を得れば、直ちに免許を受けることができます。復権を得ていなければ、免許を受けることができません。 で、これっていうのは、復権っていうこの漢字見たらすごくわかりやすいんですよ。復権って、権利が回復するって書けますよね。つまり、復権を得た時点で、もう権利が回復するんです。免許を受ける権利が回復するんですね。だから、もう5年待つ必要はないということなんですよ。言葉の意味がわかれば、覚えるまでもない問題なんですよね。だから私自身も別にこれ覚えているというよりも、復権って権利もうね、回復してるから、 いつでも免許を受けれるじゃないのっていう形でもう答えを導いちゃってるんですよで多くの方が復権を得たらすぐに免許を受けることができるって覚えるんですけども覚えるというよりもこの、まあ、復権のこの感じからね想像できれば覚えるまでもないのかなって私は思いますで問い3ですね A が所有する市街化区域内の面積2000平米の一段の土地を B が A に対して有する金銭債権の担保として 当該土地について、大仏弁済の予約を行おうとする場合には、事後届出をする必要はない。丸かばつかという問題ですね。で、答えはバツです。で、大仏弁済の予約っていうのは、債務の弁済が期限内になされない場合に、不動産などの資産を金銭に代わって弁済する。この予約契約のことなんですね。例えばお金を貸してお金返ってこなかったら困りますよね。 なんで、お金を返してくれないのであれば、えー、お金じゃなくて、その債務者が持っている土地で返してください。弁済してください。これを予約することですね。これは大仏弁済の予約です。でそもそも、届けりが必要な条件の一つ。まあ、これ国土利用計画法の届け出ですね。事後届け出とか事前届け出。これが必要な条件の一つに、土地の所有権を取得する目的の移転または設定。まあ、これ権利性っていうんですけども、まあ、これがあるんですね。権利性っていうものがあります。 で、売買っていうのは移転ですよね。所有権移転するので、権利性はあるんですけれども、今回の問題文の大仏弁済の予約、これは設定の方に該当してきます。まあ、つまり、権利性はあるということなんですね。で、さらに、その他の届けの条件である対価性とか契約性、これも満たしてるんですね。で、対価性っていうのはお金のやり取りです。で、今回、お金のやり取りはしてないわけですよね。 これ、大仏弁済なんで、不動産でやり取りするわけだから、お金のやり取りはしてません。ただ、不動産についてもお金に換金できるわけですよね。だから、まあ、対価性はあるというふうにみなします。あと、契約性もありますよね。大仏弁済の予約についても、これ予約契約っていう契約をするわけなんで、契約性もあります。従って、面積要件を満たしたら、これ、事後届けで、事前届けで必要になってくるんですね。 で、今回、市街化区域だから2000平米以上だったら届け出が必要ですよね。で、これ面積要件も満たします。だから自己届で出は必要ですと。だから答えはバツですと。いうふうになるんですけれども、まあ、これ、今のような考え方が正しい考え方っていうのか、まあ、厳密な考え方なんですね。ただ、これってすごく難しいんですよね。考え方として。なんで、個別事業の自己資産にはもっと簡単な考え方をお伝えいたします。 でこの考え方をすれば、もういろんな問題解けるようになりますので、まあ、今回はね、大仏弁済の予約なんですけれども、例えば、贈与だったり、相続だったり、受講取得だったり、あと、定等権の設定だったり、まあ、いろんな問題に対応できるようになるんですね。なんで、ぜひ個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガの方、ご確認いただければと思います。で、個別指導を受講したいという方は、この動画の下の概要欄の方に、詳細なページ、リンクを貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。 で初めにもお伝えをしたパチスロ依存症の受験生がたった1年で合格した勉強法の新常識、卓研合格勉強法の小冊子を無料でプレゼントするキャンペーンを2日間にわたって行っております、まあ、無料なんでぜひですね勉強の仕方がわからないとか今年絶対合格したいって方はぜひですねこちらの小冊子をご請求いただければと思いますで、このページ下スクロールしていただくとこちらですね ご請求のフォームがありますので、まあ、こちらお名前と郵送先の郵便番号、まあ、住所ですね。こちらをご記入いただければと思います。でよくあるのが、これ細かい枝番まで書いてない。例えば、東京都品川区○○までしか書いてなくて、それ以降は書いてなくて、細かい何丁目、何番地とかが書いてない場合があるんですよ。そうするとお送りできませんので、枝番だったりとか、アパートやマンションであれば、その アパートやマンションの合室までご記入いただければと思います。で、こちらのページの URL は動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオノでした。